様、ウエスト LA 教会の皆様、おはようございます。4月11日日曜日、本日はエリック先生をお迎えして賛美をしたいと思います。ご起立いただきまして、賛美歌を賛美いたしましょう。そのままで購読文を購読いたします。見よ、兄弟が共に座っている。何という恵み、何という喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、衣の襟に垂れ、アロンのひげに滴り、ヘルモンに置く梅雨のように、シオンの山々に滴り落ちる。シオンで主は布告された。祝福と常しえの命を。ご着席ください。それではお祈りに移ります。何かお祈りの課題ある方いらっしゃいますか。はい、それではお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。週の初めの日曜日、あなたに導かれ、それぞれの自宅でオンラインを通して礼拝に参加している兄弟姉妹とともに賛美の時を持つことを感謝いたします。あなたを救い主と仰ぐ信仰の友と一緒にあなたを賛美し、祈り御言葉を聞くことができることを感謝いたします。過ぎた1週間、それぞれが守られて感謝です。今日から始まる1週間もあなたに希望を置いて生活することができるようにお祈りいたします。イースターのお祝いのお弁当、子どもの日のお祝いの祝福袋、母の日のお祝いギフトボックス、さまざまなイベントが計画されておりますが、これら一つ一つがあなたの御心にかなうものになりますように、また必要とされている人たちに届きますように。奉仕をしてくださる兄弟姉妹の健康を守り、豊かな祝福が注がれますようにお祈りいたします。少しずつ以前のような生活に戻っています。感謝です。
どうぞ引き続き私たちの健康を守っていてください。今日はエリック先生からメッセージをいただきます。感謝いたします。語るエリック先生を聖霊の働きによって強めてください。私たちの心を開いてください。この小さなお祈り、神様の御名によって、イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。そのままで主の祈りを捧げます。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖書朗読お願いいたします。4時32分、信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有した。4時33分、使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意をもたらせた。4時34分、信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り。4時35分、使徒たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからである。Good morning to all of you, and good morning to our West LA congregation joining us online. おはようございます。West LA の皆様もおはようございます。So I've been to Japan 4 times in my life. 私は日本に4回行ったことがあります。Now 3 of those times were with teams from Faith here. 3回は Faith のミッションチームと一緒に行きました。So my first time was on a family vacation, and it was to visit some of my dad's side of the family. 一番最初日本に行ったのはお父さんの方の、家族に会いに行ったんですね。Even though I had never been there before,I felt a strange and almost nostalgic feeling that I belonged there somehow. 日本に一度も行ったことなかったのに、なぜか行ったら懐かしいという思いがやってきたんです。I get that same feeling every time I go back. で、いつも日本に行くと同じ思いがやってきます。When I take in the landscape or see the countryside on the Shinkansen or just enjoy the food, something feels different. Something feels right.新幹線から見る風景とか おいしい食べ物なんかね、全部何かがしっくりくるんですね。 It's hard to explain because it's a completely unique feeling. 説明はできないんですけど、でも日本だけ感じる私の特別な気持ちがあるんです。 Like a combination between nostalgia and peace. なんか平安と懐かしさがちょっと混ざったような感情です。I can't pinpoint exactly what causes this, but there's just something familiar and something different about it. なぜこんな思いが与えられるのかはっきり説明はできませんが、何かあるのは確かです。It seems that a similar situation was happening with the very first Christian communities. 初代教会のクリスチャンのコミュニティも同じようなことが起こりました。Something felt different about it, different in the best way.
ちょっと違った感じで、良い感じで違うんですよ。This community didn't just happen accidentally, but it was a direct result of the resurrection. このコミュニティはたまたまできたっていうコミュニティではなくて、イエス様の復活があったからできたコミュニティです。After Jesus was taken, the disciples scattered. 主が連行された時に、弟子たちはバラバラになってしまいました。They were scared that they were going to be arrested just as well as Jesus was. イエス様の仲間だと思われまして、自分たちも逮捕されるからと恐れてしまったんですね。They were scared of both the Romans and the Jews. ローマの兵隊さん、そしてユダヤ人のリーダー、両方とも怖かったんです。Now I can't blame them for what they must have felt. 誰も弟子たちを責めることはできないと思います。Their leader, teacher, and friend had just been killed in a terrible way. 自分たちの先生がすごいひどい殺され方をしたからです。Their small band and community was sure to be broken up. この小さい仲間たちグループは潰されたんですよ。But then came the resurrection, something that they didn't account for. そしたら復活の奇跡が起こって、誰でも思ってない奇跡でした。It was after the resurrection that the disciples became apostles. 復活の後に弟子たちは使徒となったんです。They were now charged with the work of Jesus Christ. イエス・キリストの働きの命を受けたんですね。Before the resurrection, they were terrified of pretty much everyone. 復活の前は人々を怖がって隠れるだけの人でした。After the resurrection and the coming of the Holy Spirit through Pentecost, we instead find the apostles building community. 復活の後、ペンテコステがやってきます。聖霊の神様が下ってきて、人たちはコミュニティを作っていくんです。They weren't the scared band of disciples pre-resurrection. 復活以前のような怖いという人たちのグループではありませんでした。They were instead a grace-filled community, drawing people in because it felt different. 恵みに満ち溢れたグループで人々が集まってくるんです。何かが違うんです、このグループは。There was something about this community of apostles that attracted people to it. 人たちが作るコミュニティは人を引きつける何かがあったんですね。There was some sort of grace-filled force that brought others to them.恵みの力が人々を引き寄せたんです。This resurrected community was different, and everyone in it felt it. 復活のコミュニティは違うと入ったら分かるんです。So Luke authors the book of Acts. ルカは使徒の働きを書きました。He recounts the story of Jesus in his gospel, and then recounts the beginning of the church in Acts.ルカはイエス様の人生を福音書で書いて、そして使徒の働きで教会の始まりを書いたんです。There are actually two parts of the same story in his mind. だから一つのストーリーですけど、二つのパートがあると考えてください。So in our text, the way that Luke describes this community is that it was of one heart and one mind. 今日の御言葉は、一つの心、一つの思いを持ったコミュニティだよとルカが説明しているんです。Within this community, we have Jews from all over the world who speak different languages, and Gentiles too. このコミュニティには世界のあらゆる国からユダヤ人が、異邦人が来て、いろんな国の言葉で話す人たちでした。Yet they have the same heart and the same mind. でもね、同じ心と同じ思いを持っていたんです。This community must have felt different. 何かが違うとみんなが思ったんです。This diverse group of people has been brought together so powerfully that the only way that Luke can describe it is if they share the same heart and mind. この寄せ集められた人々はね、力があって、ルカはね、同じ心、思いと書いて表すしかなかったんです。I imagine that as a member of this community, Luke has a hard time defining how this community feels and what is at the center of all of it.このグループの一員としてルカはグループの皆が何を持ってて中心に何があったというのを書こうとしています。And so he describes it as being of one heart, one mind, and having an abundance of grace. だから恵みに満ちたグループで心と思いが一つだよというグループでした。
This was the central way that the community knew it was a community. これが共同体、コミュニティだと感じるコアになる部分です。It wasn't by titles or race or other categories. 例えば社会的地位、職業とか人種とかがコアではないんですね。But by the resurrected power that came and brought them all together. 復活の力を受けた人たちが集められたコミュニティです。Not only did this community have a completely different feel to it, it also did things differently. でもう一つ、このコミュニティちょっと違うという感じではなくて、することもちょっと違ってたんです。Those within this community sold their possessions and gave it to the group so that there weren't any needy people amongst them. 自分の持ち物を売ってこのグループに持ってきてたんです。だから乏しい人が一人もいませんでした。Now, I don't think that this is something that could be achieved today and is unique to the early church. これ初代教会にあった特別なことで、今そんなこと私たちにしろと言っても難しいかもしれません。If anything, this is the ultimate ideal. これは私たちが目指す目標ですね。But focus on their generosity, focus on their trust of one another, and focus on how they bought into the community.ただ惜しみなく与える、もったいないと言いながら与えるんじゃないですよ、惜しみなく与える、そして互いに信頼し合うことを教え、どのように導かれたかを教えてくれます。 They just did what the Spirit, they felt that the Spirit led them to do. 聖霊の神様が導かれるまま従った人たちです。 In this case, it was to act out of an abundance of generosity and trust. それが惜しみなく与え、そして信頼し合うことでした。This community is one of the best signs of the truth of the resurrection. このコミュニティ自体が復活をはっきりと証しするグループだったんです。This group of disciples that just months earlier had fled for their lives had reassembled together and were beginning this community.この弟子たちのグループ、数ヶ月前、自分の命が惜しい、怖いと逃げてたんですけど、今もう一度集められて、しっかりとした共同体のコミュニティが作られていきます。The proof of the resurrection could be found in how this community was of one heart and of one mind, as well as their extreme generosity. 復活の証として、心が一つ、思いが一つとなり、惜しみなく与えるグループでした。As we have moved from the tomb to the church, we can reflect on how the resurrection can better our community too. イエス様のお墓から教会へと話は進んでいきます。ここでイエス様の復活は私たちのコミュニティを、このグループをも変えることができるということを教えられます。Christian communities stand apart in how they feel to those in them and how others see them. クリスチャンのコミュニティは中にいる人がどう思うか、そして外から見る人たちがどう見るか違うんですね。The early church wasn't exclusive. It was clear that people were readily able to join this community. 初代教会は特別ではなかったんです。だって人々はどんどんそのコミュニティに仲間として簡単に入ってこれたからです。The early church was also very interwoven.で、初代教会はいろんな意味で複雑な側面がありました。Life and church activity were nearly identical. 普通の生活、教会生活が同じようなものだったと思ってください。People didn't live their church lives and then their outside church lives. 教会の生活があって、全然ガラッと違う自分の普通の生活があったというわけではないんです。They just lived as resurrected people. 復活を経験した人として教会も家でも同じように生活をしていたんです。When you think about the vision of this church or Nichigo, what is at the heart of it all? 教会のビジョン、日後部のビジョンを考えるとき、何が中心に皆さんありますか? How does the hope and life of the resurrection fuel the heart of it all? 復活の希望、復活の命、どんな力を私たちに与えてくれますか? As a church, we're supposed to feel different. 教会ってちょっと違うなと思うところがあるべきでしょ? We're supposed to strive to have one heart and one mind that is shared amongst all of us. 一つの心、一つの思いを持って集まるところです。
We're to practice generosity and we're to be invitational to others into this community where they're able to take part in the heart and mind of this community. 惜しみなく与えることを学んで人々を招き心と思いを一緒に分かち合うところです。Resurrected communities stand out. 復活を経験した共同体はね、ちょっと目立ちます。The way that they act and the way that they feel are different from other communities. 行動、考え方が他のグループとちょっと違います。But resurrected communities don't stand out in a way that elevates them above other communities. 復活を経験したコミュニティは他の人よりも上になる、偉くなろうとしているから目立つわけではないんです。But stand out because of their humility, their generosity, and the way that people buy into it.ただただ謙遜で惜しみなく与えることをして人に好かれてしまうんですよ。The community members are all in on this community because it is so unlike any other community group that they can find. 他のどんなコミュニティに見られないことを やるから人が寄ってくるんです。It fills a deep longing that we have to be in community with one another and fills our deep longing to serve God.人とつながりたいというコミュニティの中に住み着きたいなと思う心がね、やってきます。神様に仕えたいという思う心が満たされるとこなんです。When we find ourselves in this type of community, we feel whole. こんなコミュニティを見つけたら、心は満足がやってきます。We know that we belong. ここなら仲間になれると思うんです。Every summer, our Asian camp group has a group from Japan come. 毎年夏に高校生キャンプがあるんですけど、日本からも参加者がやってきます。It's amazing how in just a few days they go from strangers to a community of faith. 面白いんです。2、3日でですね、知らない同士が信仰の仲間になります。This group meets each other at the airport. They take a plane all the way to the United States.And then they board a bus to go to camp. 空港で初めて会って、アメリカ行きの飛行機に乗ります。そしてバスに乗ってキャンプ場までやってくるんですね。They're jet lagged and they're in a foreign country and they're probably going to their first Christian camp. 時差の中、外国の地で多分初めてクリスチャンのキャンプっていうのを経験します。They have to meet a lot of people from different churches very quickly. ですぐにたくさんのいろんな教会の人たちからやってきた人たちに会って友達にならないといけないんです。They have to speak in English as much as possible, and they have to eat camp food, which is probably not what they're accustomed to. でね、日本語じゃなくて英語で話さないといけないでしょ。で、慣れないキャンプ場の食べ物、別に美味しくないんですけどね、それを食べないといけないんですね。However, mixed with some of the spirit of camp, they grow close in a very short amount of time, and it's honestly very inspirational to see. で、キャンプ場で聖霊の神様の働きの中、その中に混じって仲良くなっていきます。で、見ていて感動するんです。もうこれは素晴らしい。Throughout their time at camp, you could tell that there is a shared heart.And mind within them that resembles the community from Acts. そのキャンプ場ではこの使徒の働きで見るコミュニティのようにみんな心を開き始めます。They're brought together by the Spirit, and you could just tell that the Spirit is at work amongst them. 聖霊の神様の導きでみんなが集められ、みんなの中に聖霊の神様の働きがあると見て分かるようになるんです。You can tell that they feel different, a good different that resembles nothing like they've felt before. で、そのキャンプ場、なんか違うな。いい意味でなんか違うんです。こんな気持ちは以前どこでも感じたことがないと思うんです。This is God at work. これが神様が働いているという意味です。This is God working to build community. これが神様が立て上げていくコミュニティです。I pray and hope that in the same way, when you're a part of this community here, and when new people come into this community, that they find the same feeling. 同じように皆さんがこのコミュニティの一員になって、新しい人が来たら、そんな気持ちを感じれるようにしてほしいと思います。That they find the same heart and mind that is within this community that they could take part in.
同じ心、同じ思いを持つコミュニティに参加できるように祈りたいと思います。アーメン。アーメン。ありがとうございました。それでは、賛美歌を賛美いたしましょう。お祈りいたします。復活の主にあって皆がここに集められて、ああここちょっと違うなと思う気持ちが聖霊の神様によって与えられ、お友達も新しい人もそう思える教会であるように願います。イエス様の恵みと神様の素晴らしい愛と聖霊の交わりがどうぞ一人一人の上にありますように。アーメン。ご着席ください。それでは報告に移ります。本日のメッセージはエリック先生の奉仕でした。感謝です。ありがとうございます。霊的成長のため聖書を読み祈るデボーションタイムを持ちましょう。コロナウイルスの問題で教会の集会は自粛しています。続けて手洗いうがい、マスク着用を心がけましょう。日曜日の礼拝は日曜朝9時から教会のウェブサイトで閲覧できます。過去の礼拝もウェブサイトで閲覧できますので、お時間あるときにご覧ください。水曜日の夜8時からはズームでバイブルスタジオを行っております。参加される方はズームの ID ナンバーとパスワードが必要になりますので、牧師までお申し出ください。6月の8日まで幼児向けのズーム日本語クラスが開催されております。月曜日、水曜日の午前中9時のクラスはまだ空きがありますので、ご興味ある方は、ゆるみ姉妹までお申し込みください。無料となっております。
日本語の会話クラス2月から5月の学習土曜日9時からズームクラスで行われています。簡単な会話と子どもバイブルを読んでひらがなを学んでいます。詳細はアイリーン姉妹までお申し込みください。4月の17日土曜日、イースターのお祝い弁当が準備されます。ピックアップは11時半から12時半まで。4月9日金曜日、昨日で一応終了です、ごめんなさい。5月1日土曜日、子どもの日のお祝いをして祝福袋が準備されます。ピックアップは1時から2時まで。4月23日金曜日が申し込み終了日となっております。お花を準備される、ダイアン姉妹に感謝です。これも無料になっております。5月の8日土曜日、母の日をお祝いしてギフトボックスが用意されます。これのピックアップは11時半から12時半まで。申し込みの終了日は4月の30日金曜日までとなっております。お母さんに感謝しましょう。お花が準備されます。こちらもダイアン姉妹が準備してくださるということです。感謝です。奉仕は男性チームが中心となっております。よろしくお願いします。以上で礼拝を終わりにします。